大き、大き、ここで来ましたね。あら、ちょっと意外でしたね、はい、個人的には。あ、1位だと思った、うん。まあ、これはね、天下の大将軍ですよ、うん、本当に。だって秦が目指す先の人だよ、はい、目標だもんね。それは格好悪いわけないっていう中で大沢たかおさんのこの頑張り、はい、体格が、あれはなんだろうね、やりすぎじゃないかなっていうくらいだからさ子供のさ成長ビデオを見てるようなさ感じででかくなってくるもん、どんどんバカみたいに腕太くて、2以降のこの成長具合、この腕の太さ体格をさらに大きくしてる、プラスこう馬に乗って出てくるから、ね、うん、スイコそういうところでもデカさは補填されてて、大沢たかおさんの演技の違和感なんです、はい、だってあんなこここことか言ったらなんかちょっと、まあ、面白いは面白いけどもっとなんかちょっとふざけたというかさ、 なんていうのか、馴染まないように見えちゃうと思うのよ、大きくて、うん、それを自分のものとしてる感じも含めて、大沢たかおさんの演技体格含めて実写で僕は好きになっていきましたね、はい、2,30 キロぐらい増やしてる。あら、それまでね、そこまでやって役作りする大沢たかおさんすごいのよ。ダヴィンチっていう週刊連載かなの表紙で、はい、原作者が大沢さんに寄せた王毅を描いてるんで、これね、いいね、この絵ね、絶対原作の王毅じゃないね、あ、大沢たかおさんだって思った見た瞬間に。あ、これと比べると違うね。で、絶対思うのは目と眉毛、その目と眉毛、あと唇の太さ若干結構違くて、うん、これ絶対だって、まあこれ運命の炎公開中っていうのもあるから、これ絶対大沢たかおさんだと思うんだよね俺。そうだね、なんか眉毛の角度とか黒目の大きさとか唇もちょっと薄めだね、まあ、それか、まあ、ただの絵柄のブレかもしんないけど、いや大きいはあのね、眉毛が違うから多分そうじゃないと思うんだよねって僕は思ってます。目は丸太だよ、なんだろう、これ原作の大きいより太くね俺的死ぬわけないだろこいつランキング第1位なんですけど、第1位さっきのその翔平くんの話を聞くと、翔平くんの方が死なないんじゃないかって気がしてきちゃってこいつが1位ですね、こいつが1位だ、お前がナンバーワンだ、うん、まああのとりあえず圧倒的な強者感と癖のあるキャラクター性、うん、俺の好きなタイプだよねてか少年漫画青年漫画好きな人で、うん、大きい嫌いな人いないだろ。1も2も3もさ、まあ戦ってはいないけどすごい重要な役割を果たすじゃん、うん、1とかだったらあの将軍君の偽物の首をさ渡して、うん、で、うん、まあ、最後に衛星を助けに来て衛星の夢を聞いたりとかってい う、 こう渋さもあるかっこいいキャラクターを演じ、うん、2でもあの五桂を丘から下ろして、うん、まあ、勝利するのに一役を買ってたりとかっていう、うん、まあ、いいところもと思ってって、まあ、3だとちょっと前に出てくるじゃん、うん、その時のなんかまたこうオーラとかさ、大沢たかおさんのでけえ体とか、うん、痺れるよね、痺れる、特にあの全軍全身のシーンとかさ、全軍突撃あれかっこいいねあんなん士気上がるじゃん、大きな一言一言が、うん、全員の士気上がるっていうのがもうすでに覇王というかさ、うん、将軍だなっていう感じだよね。そう、大きな一番好きなシーンはね、うん、あの横にいる塔とこう話してさ、満々、うん、です満々ですか満の満です満の満ですか満の満のあの雰囲気をめっちゃよく表してるセリフとしてはいいなと思います、うん、ただの見た目とか仕草とかそういうもんじゃなくて生き様でかっこいいを見せる、うん、それがねやっぱ原先生めちゃくちゃうまいなというか、だってこんなやつかっこよくなるわけないじゃんって俺最初思ってなんだこいつみたいな思ったの、原作を何も知らない状態で 見てると、うん、そしたら途中からあれよあれよかっこいいみたいなそれがねうまいっていうか、見た目で言ったら楽なところをあえて茨の道ってかっこいいにしてるからね、うん、これがすごいなっていう、だからこその唯一無二のキャラクター性っていうのが、だって大きに似たキャラって言われてもまあないからね、あんまり一様がかっこいいだけで、別によく考えたらアンミカに似てるしみたいな。これ結構好きなの、ファイアーエンブレムとか、あータイガー&バニー、タイバニーね、あれも生き様がかっこいいタイプじゃん。まあ確かにね、オカマは、いやだ、オカマじゃないけど、オカマキャラって出てきたけどあの人もやっぱりその見た目とかそういうところじゃなくて、自分を偽らないかっこよさとかさ、心の強さとかそういうところはめちゃくちゃかっこいいじゃん。6章最後の生き残りっていうのもかっこいいじゃん。ああ、その設定もかっこいいよね。でしかもその6章最後の生き残りっていうので大きなかっこよさもあるし、え、こんな大きいレベルが5人いたの過去に、うん、でそいつらなんでいないのっていうところも気になっちゃうところですね。次回作で、まあ、もう一人ぐらいは語られることになると思いますけどね、はい、今日がね出てくる。あ、今日将軍で女性でなんか俺ユリアとか思い出しちゃうんだよな。なんかなんと五車線
こっからはまあ漏れた人とかその他おまけみたいな話をしていきたいなと思うんですけど、はい、ちょっと惜しくも漏れた人とかいたら、これ標高なんだよね。ああ、ちょっと入りかけたんだけど、まあ標高、ね、鹿か標高か鹿か標高かって言ってどっちなんだいって、うん、鹿。ああでもいい選択の仕方をされてるね。だ僕が言ったからね、標高は、うん、だから俺鹿はね、多分俺これ原作勢だからだと思うけど、全くこう頭の片隅なかったわ。そういえば鹿いたみたいな感じ。いやじゃあこれはじゃあいい意味でだからキングダム長すぎるからその王子とか標高とかはさ後々でも語られたりとか、うん、まあ続いてったりするからね。鹿ってあそこしかないから。そうだよね、あの後ないもんね。そう、八巻のあの一瞬しかないから、そう考えるとまあ本当に実写ならではの感想でおもろいなって思いました。3話のうちの1話の半分じゃん、6分の1が鹿なんだよ、うん、そうだね、比重はかなりでかいんだよね。比重重いよね、わざわざ切り開いてあれやってるから、ね、そう、いや印象強いよ。これはまあ鹿だったかな。陽炭話ですね。あ、陽炭話ね、俺も迷ったの少し。ほんとギリだったけどね、うん、結構陽炭話はやっぱまあ原作再現も含めてね、うん、お美しい長澤まさみさんがやられてるというところもありますけども、はい、あれで強いからね。そう、だからそのギャップもいいよね、うん、王だから。だから最初はさ仮面かぶって、うん、あのこのおっさんがみたいな言われてたけど、うん、で初めやっぱり男だと思ってたじゃん、うん、あの声がね、あのなんていうの、こうモザイク声みたいな、くぐもっててね、そうそう、おー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 みたいな、それ別の人じゃん。その感じからの、うん、あのマスク外したらめちゃくちゃ美人、うん、わっすごいギャップから入って、実際戦いになったらめちゃくちゃ強いっていう、さらにギャップっていうのがあるから、うん、キャラクター性はねめちゃくちゃ好きだよね。まあね、そこで言うとね、まあ好きなキャラで言うと俺はその原作も含めると山のために一番好きなのはやっぱあのバジオか。あ、バジオね。バジオとかもかっこいいっすよ。バジオさん強いし、あれはあれナンバー2だから実質、ナンバー2とかも好きなんだよな。トウとかさ、バジオとかそこら辺も好きだな。傍らにいるあれなんだな、ヒョウコウはナンバー2いねえんだよ。そんなものはいらんって。ヘキもちょっと好きで。ヘキね、うん、大活躍する。ヘキはねやっぱね、ここはねちょっと原作と照らし合わせると似てないんだよな。あの満島さんって顔がちょっと外人さんっぽいじゃない、うん、言ってたね、そういえばこの辺、うん、アジア感ないんだよねあんまり。まあアジア違いだなちょっと。まあでもさ、俺は実写しか知らないから、うん、あれなんだけど、1でもなんか活躍してるし、2でもすごい出てるし、うん、なんかね壁って印象に残るんだよね、うん、結構なんかね弱そうなんだけど頑張ってるよねみたいな。あと意外と千人称っていうね。あ、でもあれはコネだじゃん。あね、まあ、昔の階級制みたいなもんで、うん、そうですね。なんでまあ壁もそこなんで、うん、まあ、そういう意味ではあれはあいつの実力ではなさそう、まあ、実力以上にもらっちゃってるなって感じはまだありますけどね。なんなら劇中だったらさ、五丁になったあの頼りないおっさんの方が強いんだよ、うん、絶対死なせないの人。あの人ごめんなさいね、いつも余り物を私が率いてるんですよって言うけどさ、うん、いつも余り物を率いて生き残ってるあいつ普通に強くない？有能なんだよね。たくさんかな。いや俺今自分で言って思ったけど、あいつ生き残ってんだよないつも。だからまあ守備の最強みたいな。ただまあ真のせいでぐちゃぐちゃにされたんだよ。3人しかいねえって、あんな無謀なことしないの。李兵がさ、2人がいないから俺たち3人しかいねえよって言いながら生き残るっていうのもね。うん、だ3人でもできるポテンシャルという。ああ実はあいつもっと上に行けんじゃねえか。美兵も好きだね俺。美兵もいいですね。あの岡山天音さんか。天音ちゃんがいいっすよね。うん、最近まあポスト浜田学的な感じありますから。ほらあれだよ、俺らが見たのは雪の中の雪の山の中の山荘だっけ。あると出された雪の山荘でじゃん。ああそうか。全然違う。いやちょっと雪と山荘しか覚えてない。何雪の山の中。いやなんかやたらのが入ってたような記憶が。そんな入ってなかった。あの時のね演技もさなんかすごいのとさ、うん、あれを見てから今回のミヘ見ると全然違うんだよね。実用化というか個性派というかね、うん、すごいいいですよね。まああと3を含めて言うと、うん、空気俺は結構好きで、てかあの長軍のあの鎧かっこいいんだよね。あの白いやつね。ちょっとなんかあれだけどね、あの実写で見たらなんかめっちゃヨーロッパみたいな感じしたり、なんかモンハンの装備っぽい。でも風紀いいし、あの長宗も好きですね。長宗はどれだっけ。メフィラス星人です。あ、いやそれはわかるんだけど、3で倒される人だっけ、うん、それ風紀です。それが風紀か。あれ守りが強いのは守備の李白は出てきてます。あそう出てこない人だ。顔がんぎまってるのは万国です。万国全然長宗、まあ長宗一番狩り薄いは薄いから、あのマジで長宗覚えてない。そう、ただまあ一応総大将にはなってるのかな、うん、今回の
バイオ3の時点で、まあ、一応大賞みたいな感じにはなってますね、うん、まあ何をしたわけではないけど、はい、雰囲気めっちゃ超そう7月の12日ですかキングダム、うん、実写版楽しみに、もう最終章ってのも寂しいですけども、ね、終わっちゃう、ね、はい、ぜひね皆さんも劇場で見て感動を一緒に味わってレビュー動画も出すので、うん、ぜひ見てくださいってことで、はい、なんかさ終わるみたいなね、あ、まあね、でももう次のキャスト決まってんだよね、実はなんか衛星とか死んだみたいになってるけど、いやワンオーク戻ってくるのも熱いよ ね、映画館で6回泣くわこれ、集大成感すごいな、大きが戦ってる、大きかっこいい、誰、ああ、そっか君は知らない、わあ、うわあ、もうあ終わった、でもさこんなのダメでしょいや今のね、今のこんなのダメでしょが一番良くない、